ヒラの仕様、パリで刺激を受けました。新リップ、YSL ラブ社員、グローバルイベントに登場。YSL ビューティーは25日、世界各国からアンバサダー、セレブリティー、KOL など豪華なゲストを招待し、ブランドのハートであるパリで、YSL ラブ社員、リップスティックのグローバル、ローンチ、イベント、YSL ラブ社員ファクトリーを開催した。日本からは、アジア、アンバサダーヒラの仕様が出席。 メイクアップ界の巨匠でもある YSL グローバルビューティーディレクタートムペシュー氏世界的ポップスターのグローバルアンバサダーのデュアリパシとの初めての対面 YSL ラブ社員リップスティックのアイコニックでコンセプチュアルな没入型空間にてスペシャルプログラムを体験した YSL ラブ社員リップスティックを使用した平野は本当に発色も良くて保湿力もすごいです 僕はマンゴー香りが気に入ってますとコメント。イベント会場については、全体的にリップのシルバーとピンクのカラーが、この会場で表現されてますし、製品についてもすごく楽しく学べていますと明かした。デュアリパシにあった感想には、YSL の製品をすごく上品に使われていて、とても勉強になりましたし、刺激を受けましたといい、パリの魅力、印象については、今回でパリは2回目ですが、 街並みがやっぱりすごくオシャレですし、街行く方が素敵なファッションであったり、素敵なメイクであったり、すごく個性を大事にされてるなというのを感じました。いつか、ちょっと長期間住んでみたいな、という夢の国ですと話していた。この素晴らしいイベントには、日本からもアジアアンバサダーの平野紫耀が参加しました。彼はメイクアップ界の巨匠である YSL グローバルビューティーディレクターのトム・ペッシュー氏や、 世界的なポップスターであり YSL のグローバルアンバサダーであるデュアリパシと初対面を果たしました。彼らは YSL ラブ社ンファクトリーパリでのイベントでは YSL ラブ社ンファクトリーがコンセプチュアルで没入型な空間で行われ特別なプログラムが提供されました。平野仕様は YSL ラブ社ンリップスティックを使用してみて発色が本当に素晴らしく保湿力も抜群です。 私はマンゴーの香りがお気に入りですとコメントしました。また、イベント会場については、リップのシルバーとピンクのカラーが全体を彩っており、製品についても楽しく学ぶことができましたと述べました。このイベントは、単なる製品のローンチ以上の意味を持っています。YSL ビューティーは、コミュニティを結びつけ、多様性を祝い、美トスタイルの新たな次元を築くことを目指しています。その一環として、YSL ラブシャインリップスティックは、 個々の個性や美の表現を豊かにする新たなツールとして提供されています。このイベントは世界中の人々にインスピレーションを与え、美とスタイルの可能性を広げる役割を果たしています。YSL のローンチイベントは単なる製品の紹介以上のものであり、コミュニティの一体感と創造性を促進する重要な場となっています。YSL ビューティーの取り組みは美とスタイルの世界に新たな視点とエネルギーをもたらしています。 今回のイベントでの平野の仕様の参加は、アジアの美の文化を世界に広める重要な機会となりました。YSL ラブシャインリップスティックは、個々の個性や美の表現の幅を広げ、多様性のあるコミュニティの一員としての自己表現をサポートします。YSL ビューティーの新しい取り組みにより、美とスタイルの世界はより多様で豊かなものになりました。YSL ラブシャインリップスティックは、個々の個性を輝かせ、自信を与え、 世界中の人々を魅了することでしょう。このイベントはパリの魅力を通じてコミュニティを結びつけ、新たな美の旅へと導いてくれます。